どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今朝起きた時にあれ左目がなんか重いなと思ったら左目のこの部分が蚊に刺されてました。ここを綺麗に蚊に刺されました。多分ダニとかじゃないでも蚊だと思うんですけど、まあそんなことはどうでもいいです。でまた昨日もちょっと動画をお休みしてしまってすいませんでした。ちょっとこっちをですねやっていたので、そう、これ時間がまあ詳しくは別にここでは言いませんけども、そう、あれをやっていたのでもう丸一日潰れてしまいました。はい、なので動画をちょっと再開していきます。で今回はこちらに関するお話です。まあお話というかもうタイトルに出てる通りなんですけども、もっとこの iPhone X を使いこなしたいっていうことでいろいろこうネットで調べてました。でそれでいろいろこう僕も試してみて、こんな機能あったのっていうふうに思ったものがありましたので、それをちょっと今回シェアさせていただくっていう、そういう動画にしたいと思います。もうネットに全部情報は出ていますので、もう今更かよって思っちゃうかなって思ってる方はぜひブラウザバックして他の動画をお楽しみいただければなというふうに思います。じゃあ今からこの iPhone X の電波状況を数値化してみたいと思います。はい、今電話のコマンドを開きました。ここでアスタリスク3001シャープ12345シャープアスタリスクでポチッ、このサービングコールメジャメンツを押します。そうするとこういう風に表示がされるんですけども、この中のアベレージ RSRP、 このマイナス 138.75 デシベル、読み方わかんないですけど、ここが今の僕のこの iPhone X の電波状況を数値化したものになってます。で確かこれが0に近ければ近いほど電波の状況がいいらしいです。では次に Wi-Fi を爆速にしたいと思います。これ知ってる人多いと思います。まず設定を開いて Wi-Fi を押します。そうすると今つながってる Wi-Fi が出てくるんですけど、これの i のマークを押します。はい、こんな感じで、でこうやってまた下に行っていくと、この DNS を構成っていうのがあります。で今自動ってなってるんですけど、これをピッて押すと、まあ、こんな感じでできて、手動を押すとサーバーを追加っていうのが出てきます。でここで「点々点」ってあるんですけど、 8.8.8.8 カンマ 192.168.1.1 っていうふうに DNS サーバーを変更しました。次にこのリースを更新を押します。そうすると、はい、リースを更新で Wi-Fi を一旦切ります。でまたつけます。そうするとこの Wi-Fi が爆速になってますよっていうお話なんです。でこれちょっと僕 YouTube でやってみたんですけど、確かにこのネットワーク設定する前と設定した後でアプリを立ち上げてから初期の画面を読み込むまでの時間が明らかに早いです。明らかに早いです。なのでこれはちょっと体験してみないとわからないと思うんで、興味がある方はぜひやってみてください。このライクとの部分をこれポチッと押します。でこのライトの部分を1回押すだけじゃなくて、押し込む 3D タッチな感じでこうグッと押し込むと、この明るさ調整ができるっていう、例えばこうやって1回消しましたと、ライト1回消しましたってなってまたオンすると、先ほどの明るさをキープしてるんですよ。で僕この機能を知らなかったんです。もうほんと今更かよって思う人にとっては分かりきったことだと思いますし、知らなかった人も結構多いと思いますんで、まあ今回ちょっと参考になったらぜひグッドボタンを押していただければ嬉しいんですけども、はい、では次の機能です。これは今エヴァノートアプリで本当に適当に打ち込んだやつなんですけど、文字の部分をグッと 3D タッチな感じで押し込みます。そうするとマウスをいじってるような感覚で自由にカーソルがもう自由に動き出すんです。グッと押し込みながら入力部分の位置をこう微調整するっていう、僕今までこういう感じで大きくしながらえいじゃんみたいな感じでやってたんですけど、今回のこれはすごい、これはすごい。この設定を押します。コントロールセンターを押します。でコントロールをカスタマイズを押します。で、下の方に行くとこれです、これです、画面収録っていうのがあるんです。画面収録、はい、で今画面収録を追加しました。そうするとこれプッてやった時にここにですね、なんかアイコンが出るんです。じゃあちょっとこれ押してみます。こっち
3、2、1、さあ何かが始まったようです。で今こうやって操作しているときにこの左上が赤くなってるんですよ。でこれをペッて押しますと、ペッて押すとこうやって画面収録を停止しますかっていうのが出てきます。なのでまあこれ停止と押します。写真を押すとこの部分にですね、なんか何やら出てきましたと。でポッて押すと先ほど僕が操作したやつが出てくるんですよ。この iPhone X の操作を録画してくれるっていうそういう機能が ISO 11からの機能で備わっていたそうです。この画面のこのボタンを押した次にこの画面になってっていう感じでこう一枚一枚推移遷移していくよりかは動画でこういう風に操作するんだよっていう風に教えてくれた方が圧倒的に分かりやすいと思うので、この iPhone 画面収録、これはこれからちょっといっぱい使っていこうと思います。次はこれに関する機能です。今都市伝説界隈で話題になっているレディーフォープレイヤー1っていう映画のこのシーンに出てくる QR コード、これがまあこれなんですけど、まあ、今まではこういう QR コードがあったらパソコンで表示してでこれでカメラで読み取るっていうそういうことをやっていたんですけども、今回からはこの QR コードをまた 3D タッチでグッと押して上に持ってきます。そうするとこの開くっていうのが出てくるのでこれをポチッと押します。そうするとはいページが開けちゃうんです。これも便利だと思いました。なんでかっていうと前の動画でちょっとディズニーランドに遊びに行きましたっていう動画上げたんですけども、その時にスマホで QR コードを読み込まないといけないっていうのがあって、こうやってスクリーンショットを表示させてで僕がこうカメラで読み込むみたいな、一人じゃできなかったんですよ。そうなんですけど今回こういう機能が備わったことによって指スッて上げるだけで解決するわけですから、これはめちゃくちゃ便利だと思いました。で次にこれは小ネタになると思うんですけど、普段 iPhone X を使いながらバッテリー表示のパーセンテージを表示させたい場合はこう右を上から下にスワイプするとこういう風に表示されるんです。でこれが通常モードなんですけど、これ左にスワイプをしてこれウィジェットのページです。でこの編集ボタンをポチッと押します。でそうするとこういう感じで何追加しますかって出るんですけど、そこにバッテリーっていうのが表示されるのでこれをポチッと押します。はい、バッテリーが追加されました。そうするとこの左スワイプしてウィジェットページ表示させた状態でここにもパーセンテージが表示されるっていう、これはさすがに小ネタすぎますかね。てかだんだん腫れが大きくなってませんこれ。はい、まだまだ僕が勉強不足な機能がいっぱいありましたのでどんどん紹介していきたいと思います。僕が普段 iPhone X を使っているときコントロールセンター開きたいなってなった場合はこうやって親指をこうよいしょってやらないといけないんです。よいしょって、そこで先ほどのこの設定画面ですね、一般でアクセシビリティってこの簡易アクセスをオンにします。そうすると下にグッと持ってくるとこんな感じでこう上が下にこうグッと持ってくるんですよ。そうするとここら辺押すだけでもうコントロールセンターにアクセスできると。次にまた細かいですけど便利な小ネタになります。プニプニさせた状態でこういろいろこう変えていくわけなんですけど、これが終わりましたと、配置が終わりましたってなった場合はこの完了の部分を押さないといけないんですけども、そうもうこの完了が一番右上にあるのでこれを押そうと思うともう指がってこうよいしょって感じなんですよ。これでもまだ押せてないですから、そうなのですごいこの不便なんですよ。なんですけどはい行きました、右上の完了を押さなくても下をこうちょっと下にこうスイッてやるだけでその完了するっていう、配置替えが完了するっていうことなんです。iPhone X で他のアプリ起動したいなってなった場合はこの下から上に持ってきた時に 0.5 秒ぐらいかかってこう表示されるっていう感じなんですけど、下から斜め右にサッと持ってくると 0.3 秒ぐらいで開くっていう、まあこれはさすがにちょっと細かすぎるんですけど、まあ、でもやったら体感で早くなったなっていうのはちょっとわかると思うんでぜひやってみてください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、ちょっと左目のまぶたの部分が腫れた状態でシェアさせていただいたので気になった方いらっしゃると思うんですけども、今回の動画ちょっとでも面白かったです、参考になりましたっていうのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。せっかく iPhone を買ったわけなので、まあ、この iPhone どんどん使いこなして、まあ、この iPhone1 台でなんかいろんなことをできるようになったらもっと身軽になれるかなというふうに思いますんで、まあ、これからもこの iPhone ハック、 iPhone でのライフハックっていうのはこれからもちょっと定期的にやっていこうと思います。ということで今回のメインのネタは以上となります。でここからはブログスタイルになっていきますので、もしお時間がある方はお付き合いください。なんかだんだん腫れが大きくなってきてる気がするんですよねてかなんか変な絵だなこれ、収まる気配がないですね。はい、まあちょっとじゃあ次に行くんですけど、僕が今物販ビジネスから教育ビジネスの方に移行していく中でお世話になっているケンジさんがいるんですけども、ケンジさんから教えてもらったあるスープを今回ちょっと作ってみようと思います。ケンジさんのことを知りたい方はここら辺にライブ放送のリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは食材の調達に行っていきたいと思います。外は雨が降ってますね。まあパラパラですけども、この動画初めて見ましたっていう方だったり、このチャンネル登録してまだ日が浅いですっていう方は、僕の左目がなんでこんなに腫れてるのかっていうちょっとびっくりしたかと思うんですけども、多分肩とは思うんですけど、でもなんかお見苦しいところを見せてしまってすいません。その前にちょっとあるものを買いに行きます。ありました、これこれ。ただいま。今まで使っていた鍋でこのご飯を炊いていたんです。でおこげじゃなくて真っ黒焦げになってしまって、もうそこまでもう黒焦げになっちゃって、なのであれはもう処分しちゃったんです。なので今回この新しいやつをちょっとゲットしてきました。まあ1000円しないぐらいで買えるので、まあ良かったです。こんな感じでお水を入れて、沸騰させておきます。で今回僕が作ろうとしているものは疲れを吹き飛ばすカリウムたっぷりスープでございます。今回使う食材はニンニク、玉ねぎ、じゃがいも、以上です。 あとここにビーツっていうのが必要になるんですけど、ビーツは日本で売ってないのでちょっとこの3つでいきます。で量に関しては何も言われていないので、まあお好みで適量でいきたいと思います。はい、じゃあどんどんやっていきましょう。はい、いい感じで沸騰しているのでこれを入れます。あーめっちゃお腹すいてきた。はい、このじゃがいも、よいしょよいしょ。んでもって次にニンニクはまあ3片あればいいかなって感じなんで3片入れます。蓋をしてコトコト2時間煮込むらしいんですけども、先ほどこの子刺されましたって話したんですけど、どうやらここも刺されてますよね僕。なんでのこことここ刺されるっていう、なんで美味しいんですかねここ。はい、まああれから2時間ぐらいが経とうとしていて、この腫れもだいぶ引いてきたので、はい、どうなってるかちょっと見てみましょう。はい、こんな感じです。お皿に移すとこんな感じになりました。はい、まあこんな感じでかなりシンプルというか質素な感じなんですけども、てか俺の目やばいな、なんかほんとすいません、なんか顔面崩壊してるんですけど、こんな感じでカリウムスープができましたのでいただきたいと思います。なんか不思議なんですけど匂いがコーンポタージュなんですよ。味はどうでしょう。じゃあいただいてみます。うん、味は特にありません。薄いコンソメスープって感じがします。ビーツがあったらまたちょっと違った味になるかなというふうに思うんですけど、そう、今度はちょっとビーツ入りでチャレンジしてみたいです。
まだ飲み始めなので効果は全然感じないんですけど、そう、これを何回か試していって効果を感じたらまたそれをシェアさせていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。